はい、格闘速報です。クレベル小池、一番の強敵は〇〇選手、強さの秘密も公開についてです。来週萩原の恭平選手とライジンランドマーク3でメインイベントを行うクレベル小池選手が公開練習においてインタビューされていました。そんな中で試合の予想としては1ラウンド1本勝ち、これは間違いないと宣言していました。そしてその次のことについて聞かれると、今回フェザー級のトーナメントだと自分自身は思っている、朝倉未来、佐々木うるかに勝って萩原に勝ったら次は決勝でタイトルマッチ、タイトルマッチは牛久選手と戦い自分の試合をするだけと話していました。また一番やりたくない相手はもちろん私自身ですよと、一番の強敵は自分と話していました。そして強さの秘密についても言及していました。クレベル小池選手は昔から少し扱いが難しい選手、エキセントリックな部分があると言われていました。しかし4年前から実は精神科医によるメンタルトレーニングも実施し、普段は月に1回、試合前は1週間に1度受けてるそうです。これが自分が強いと信じる力になるとのことでした。あの試合中に自分は被弾しないながらも喧嘩上等のファイトスタイルはこのメンタルトレーニングで心が鍛えられたかもしれません。来週萩原の恭平と面白い試合を見せてくれることでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければコンビニダイエットご飯もご覧ください。それではさよなら。